銀杏を見つけました。2020年11月、ようやく秋の味覚を発見しました。この道に落ちている橙色の木の実が銀杏ですね。イチョウの実です。これね、銀杏なんですけど、この果肉は食べないんですよ。この果肉部分は臭いし刺激物なので、それは取り除いて中の種を食べるんですね。ただね、だからこれ臭いからさ、ちょっとこう、普通は手袋をして、採集するんですけど、今日手袋持ってきてないので、しかもたまたま見つけたんですよ。たまたま見つけたので、このスーパーの袋を使いまして、スーパーの袋を手袋代わりにして、それでこれで掴もうかなと思うんですね。こんな感じで拾うと、ただこれ果肉部分はいらないので、果肉部分をこうやってこうね、潰しちゃって、こう種だけもらっていこうかな。果肉はちょっと袋に入れるっていう感じで、銀杏ってさ、結構公園とかに落ちてるもんなんですけど、だからね、あえてなんていうのかな、東京の方が銀杏って取れるんですよ。茨城県に引っ越してからはさ、あんまり銀杏ってお目にかかってないですね。やっぱりさ、自然の中でね、あんまり生えてるっていうのがあんまないからさ、だいたい人工的に植えられてるようなところが多いから、あんまりね、なかったんですけど、でもこうして見るとさ、すでに果肉がなくなって種だけになってるところもありますね。だからこういうのはもう手づかみしちゃって回収しても大丈夫ですね。どんぐりと違ってあんま虫が食べないんですよ。どんぐりの場合、その殻の中にさ、もうすでに美味しい実が詰まってるから虫がすぐ食べちゃうんですね。でも銀杏の場合はもう果肉っていうね、かなりその刺激物で包まれてるから虫が食べられないんですよ。だから虫食いの銀杏ってないですよね。その分人もちょっと食べづらいですけどね。だから今11月ですけども、もう少し待ってから採集するっていう手もあるんですよ。12月とか1月ぐらいになった時に、このさ、果肉が干からびてだいたいぐちゃぐちゃになってさ、でだいたい種だけになってるのがこう落ちてるっていうそういう状態になることもあるので、秋の味覚ではあるけれども、冬になってから回収するっていう手もあるんですね。こんな感じでこうブシュッとね、潰して種にして、そうか、最初はその全部種にする作業ばっかりやって、でまとめてその種拾った方が楽かな。そんなわけで、銀杏を家に持って帰ってきました。もう袋もベトベトですね。でこの銀杏を出さないと分かんないな。見えますかね。見えなくてもいいんですけど、臭い。結構臭いです。臭いんですよ。臭い。臭いので、これを洗います。いや、ちょっと結構匂いがきついので、ちょっとお風呂場でやってるんですけど、洗面器に、すごいなぁ。びっちょびちょだよ。ベトベト。すごいですね、なんか。いや、これでも手加減したんですよ。本当はもっとあったけどさ、切れないなと思って、1時間ぐらいで切り上げたんだけどさ、それにしてもたくさん取りましたね。うわ、すごいな。
まあ、こんな感じですね。くっさ、くっさ、臭いのでちょっと袋に入れて。あ、でもさ、最近レジ袋も有料化されちゃったから、これ1枚さ、5円くらいするんですよね。袋ぐらい無料でくれりゃいいのにね。こんな袋1枚削減したところで地球環境そんな影響ないでしょね。え、だ、袋無料で配ってもらえれば、だ、袋無料でもらって、あ、銀杏取って食べよってさ、そういう気持ちも起こるじゃないですか。で、銀杏を食べるね。で、秋の味覚がそのね、まあ、健康増進ですよ。てか、まあ、その食料ですよね。だ、その、だ、地球上の資源っていうのは数限られてるわけだから、食べられるものは食べた方がいいんですよ。うん。まあ、日本は経済的に豊かだから、その食べ物が溢れてるかもしれないけど、でも地球上のさ、地球上の資源っていうのはさ、限りがあるでしょ。だから、だから地球上の資源っていうのは、まあ、ある程度こう人々に行き渡るように分配しなきゃいけませんねってことでさ、地球環境を守りましょうっていう話が出てるわけでしょ。ね、で、資源がいくらでもあってさ、富がいくらでもあってね、だったら別に地球環境のことなんか気にする必要ないじゃないですか。ね、だけど、資源には限界があるわけですよ。限界があるから、限界があるからね。だからその必要以上に取っちゃうと地球環境が壊れて、その人々にこの食べ物とか飲み物とかね、そういうものは行き渡らなくなっちゃうでしょ。だから将来のその自分の、だからその子孫たちとかのことも考えてさ、だからその地球環境を守りましょうってさ、いう話になるわけじゃないですか。ねえ、いきなりさ、地球環境を守るべきっていうさ、そのさ、目的がいきなりポンと来るわけじゃなくて、結局はさ、まあ、自分たち人類、まあ、人類だけじゃなくて他の生物たちも含めてですね、一人一人がその豊かに生活できるようにするためにさ、そのために地球環境を守らないとねっていう話でしょ。うん。じゃ、食べ物を無駄にしちゃいけないわけですよ。だから食べられるものは食べた方がいいじゃないですか。で、これ銀杏ね。で、銀杏も食べられるんだから食べた方がいいんですよ。うん、できることならね。だけど、そのレジ袋が有料化されちゃうと、その銀杏取りにくくなるじゃないですか。だから、それってさ、回り回して地球環境を保護するってことにね、繋がらないんじゃないのって話をしてるわけ。うん。そうやってね、レジ袋1枚削減すれば、なんか地球環境を保護してるなんてね、そんな表面的なものの見方じゃなくて、もうちょっとね、視野を広げて、対極的な見方をしなきゃいけないんです。地球対極観ですよ。将棋でもあるでしょ。将棋でも、一部分だけ見るんじゃなくて、広くね、局面広く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 見て、その全体的なね、バランスを考えましょうっていうね、そういう話ですよ。地球環境も同じ。うん。まあ、こんな感じでね、ちょっともうドロドロですので、あ、でもこれどうしようかな。ちょっとこれね、お風呂に捨てちゃうとね、ちょっとね、臭くなっちゃうな。
まあ大体こんな感じですかね。まあまだちょっと果肉が、まあ若干ついてますけど、まあこんな感じで、果肉を落とします。で、水に浮いてるものもあるんですけども、これもしかしたら中身がちょっと少ないかもしれませんね。100%、なんていうのかな。この中身の実が、この種のさ、体積の、この半分ぐらいしか入ってないとか、そういうものもあるんですけど、ただ虫食いとかじゃないので、別に浮いてても別にも、まあ一応大丈夫ですね。で、まあ今夜使う分だけちょっとね、取り出して、まあどうしようかな。1、2、まあ、まあこんな感じで、使いたいと思います。それでは調理に移りたいと思います。まずは銀杏の殻を割らなきゃいけませんね。この銀杏を割る器具を使いたいと思います。これホームセンターとかスーパーで売ってると思いますけど、まあ結構前に買ったやつなんで、まあ、そうですね、まあ割ります。まあこんな感じで、挟んで、おや、あ、でもちょっとね、押しつぶ、あ、潰れちゃったかな。いや、ちょっとね、まだちょっと乾燥しきってないからかもしれませんけど、ちょっとね、乾燥、洗ったばっかりで、ふやけてるので、ちょっと優しめに、なんていうのかな、ちょっとこう、割るんですけども、手加減するような感じでね、ブシュってやっちゃったらかわいそうなんで、でも、職務なんで、ごめんね、ちょっと潰させて、ごめんね、ちょっとね、割らせてもらいますね、ブシュっていうね、まあそういう、感じで、殻を割るんだけれども、銀杏の気持ちになって、ごめんね、でもちょっと、ごめん、ちょっと、殻だけ、ちょっと割らせてっていうさ、そういう感じでですね、割るといいかなと思います。ね、俺には、銀杏を割る権利があるんだ。だから思いっきりガシャってやっちゃうと、ちょっとね、銀杏がこうね、中身がこう、ブチュッとね、潰れてしまいますので、まあでもさ、よく病院の先生が、小さい子に対して、なんか注射するときにさ、ごめんね、ちょっと痛いかもしれない、ごめんとか言ってさ、やるじゃないですか。謝るならやるなよって思いますね。うん。やるんだったらさ、痛いけど、お前のためを思って、強制してやるわ、この野郎って感じでさ、ブスッとね、やる。それがね、真っ当な態度ですよ。もしくは、その予防接種とか、血液検査とかね、した方がいいと思うけど、どうかいって聞いて、で、子供が、じゃあしてくれって言うなら、じゃあやりますってね。で、したくないって言うなら、じゃあもう子供の意思を尊重して、もうやらないと。ね。ただ本人がやりたくないって言ってんだからさ。第一さ、じゃあ子供のなんか予防接種とかね、あるいはなんかその血液検査だのなんだのさ、やらないと死にます？死ぬんですかね？注射針をブスッと刺さないと死ぬの？まあ死ぬんだとしても、本人がしたくないって言ってんなら、まあその意思を尊重してしないっていう手もあると思いますけど、まあ仮に本人の健康のためを思って、針をぶっ刺してやるんだとしてもですね、いやじゃあ、それ刺さなかったら、どれだけ不健康になるのっ
ていう話ですよね。そんな大してさ、そんなに不健康になります？ねえ、痛いことはさ、嫌なんだから回避する、それでいいんじゃないですか？ダメかな？ダメですかね？血液検査しとかないと血液型がわからないから、いざという時にね、そのなんか手術とかね、する時に輸血する血の血液がわからなくて困るとか言うかもしれないけどさ、いや、その時になってからさ、血液検査したってさ、そんなに遅くないと思うけど、大体さ、なんかその大きな病気をして、手術することになってしまってですね、まあ、あるいはその何らかの事故でさ、その急になんか大出血してね、例えばそのこのね銀杏をさバキッてやってる時になんか 手をこう手までこう切っちゃって、ちょっとわかりませんけど、まあ、その とにかくねなんか事故でね、その出血してしまったと。で病院でもうこれ輸血が必要ですって時に、血液型分からないと困るでしょとかね、だから理由付けはいくらでもできますよ。そのこういう時困るじゃん的なさ、ね、こういう時困るんだからこうしておくべきとかさ、まあ、そんなのさ、でも言い出したらきりないからね、地震が起きたらどうするの、火事が起きたらどうするの、犯罪の被害に遭ったらどうするの、ね、風邪をひいたらどうするの、雷に打たれたらどうするのとかね、こういうことが起きたらどうするんですか的な脅しなんてのはいくらでもできるよ。で、そういうリスクに対処するために今我慢してこれやっとくべきなんてさ、そんなのさ全部さやってたら生きていけないよ、はっきり言って。ある程度さリスクはあるけど割り切るしかないんですよ。その割り切りの程度が人によって違うだけですよね。だから子供がね、注射じゃなくてもいいんだけど、病院行きたくないでもいいですよ。病院行きたくないと、行かなくてもいいんじゃないですか。その本当に必要なら薬とかどっかで買ってきてさ飲ませるとか、まあ、いろいろやり方あると思うけど、なんかお前のためを思って無理やりさ注射針ブスとかさ、これってどうなんですかね。なんかね、私はあんまり正しいことのような気がしないんですよ。まあ別になん、まあでもまあその 100% 子供の自由な意思を尊重すればいいかと言われると、それもね微妙なんですけど、でもただ少なくとも言えるのは、その子供は何も分かんないんだから、その意思は全部無視しちゃって OK よ、大人が全部管理しますっていうのが、その、まあ、正しいことだとは私は思わない。まあそんな話はね、いろいろあるわけですけど、フライパン使いますか。これね、フライパン、これあのカインズホームで買ってきたやつですけど、これ毎度おなじみの IH クッキングヒーターね。で、こんな感じで電源入れて、で、こんな感じでね、あの殻を、ひびを入れた、ひびを、銀杏を入れます。で、加熱ですね。で、こんな感じで、まあ、こんな感じでね、やるんですけど、どうかな。まあちょっとフライパンをずらして、銀杏たちをね、ちょっと踊ってもらうというか、火炙りというかね、火炙りするにも平等にね、平等に火炙りしないとね。やっぱりさ、その自分はめちゃくちゃ火炙りされてるのに、隣のやつはさあんまり火炙りされてませんじゃ不公平じゃないですか。やっぱりちゃんと火炙りするならさ、
当に灼熱地獄を味わってもらわないとね。それがやっぱり大事なことですよ。焦げ目がついてきましたね。まあ、こんな感じかな。まあ、こんな感じで、火を止めます。で、あとは殻を外して食べるだけですね。まあ、それでは、いただきたいと思います。まあ、こんな感じで器にね、転がしまして、で、まあ、こんな感じかな。まあ、いつもの構図ですね。あの、読書感想動画やるときのこんな構図でいただきたいと思います。はい、それでは、いただきます。大地の恵みをいただきます。まあ、ちょっと殻をね、取るのが少し面倒ですけど、まあ、こんな感じで。うん。ちょっと焦げちゃったかな。まあ、でも、うん。やっぱり、銀杏は、その、ちょっと濃厚な味というかね、塩とか振らなくてもいけますね。うん。まあ、ふにゅっとしてて、うん。なんて言えばいいのかな、しょっぱいでもなく、まあ、しょっぱいといえばしょっぱいけど、なんて言えばいいのかな、まあ、こんな感じでね、まあ、薄皮ついてますけど、まあ、薄皮も一緒に食べちゃいますね。うん。うん。まあ、グミみたいな食感なんですが、まあ、グミほど弾力はないかな。まあ、これさ、一回一回、その、殻剥くの面倒なんで、その、まず先に全部殻をさ、外しちゃって、それで、全部身だけにしたところで、一気にいただくっていう、そういう食べ方もあるんですけど、なんかさ、アサリとかシジミの味噌汁ってあるじゃないですか。なんか小さい時に、まあ、お母さんが、今日はシジミの味噌汁だよって言って、で、まあ、味噌汁ね。でさ、シジミの味噌汁さ、その、貝殻がさ、その、貝殻ごとこう、入ってるわけですよ。ですから、もう食べながら、この殻をさ、取って、で、捨てるみたいなね。まあ、そういうことをやるわけなんですが、ただなんかさ、その、味噌汁をこう食べながら、その都度さ、その、身を取って、殻を外して、殻を捨てるっていう、そのさ、やりとりがめんどくさいんですよね。なので、まず先に、その、しじみの殻を全部さ、取っちゃって、全部捨てて、で、味噌汁の中に全部身だけにして、それからゆっくりと、しじみの味噌汁をいただくというね。まあ、そういう食べ方を、私は、してたんですけど、なんか、まあ別にそれがね、まあそれでいいんですけども、なんていうか、ただ、両親はやっぱり、そういう食べ方は、なんかあまり推奨してないみたいで、一回一回食べるごとにね、こう、殻を外してパラン、殻を外してパランみたいな感じでやってましたね。なんかそれ見てさ、なんか先に全部殻を、捨てちゃうっていう食べ方っていうのは、お行儀が悪いのかなってね、ちょっと、なんかそんな気分にもなったんですけど、でも別にお行儀とか別にね、まあどうでもいいんですけど、あと、スイカですよね。スイカとかさ、スイカの種がさ、鬱陶しいわけですよ。だからこのスイカの、この輪切りのスイカが出てきたら、この種をさ、取って、全部種を捨てて、で、それから、心置きなくスイカを食べるっていうね。まあ、そういう食べ方を、するんですね。まあ、魚の骨とかも同じかな。まあ、でも魚の骨はな、全部取るのなかなか大変だからな。
なんか食べながらいらないものを捨てていくっていうさ、そのさやり方がなんとも気持ち悪いんですよね。まあ、要はさ、スイカの種とかあのアサリの貝殻とかってさ、それ自体は食べ物じゃないわけですよね。食べ物じゃないものにこう自分が向かってるっていうのが気持ち悪いんだな。うん、だからこの銀杏の殻にしたって殻は食べ物じゃないんですよ。まあこれも食べちゃうぞって人がいるかもしれませんけど、少なくとも自分にとっては食べ物ではないので、その食べ物じゃないものをさ、その食べ物と食べ物じゃないものっていうのは区別したいんですね。一緒くたになってごちゃ混ぜになっているのが気持ち悪いんですよ。だからしっかりとこうね、殻を剥いてさ、殻を全部剥いて身だけにしてから、それからもうご機嫌さんでいただきますというね、そういうやり方が私は大好きでございます。でもなんかさ、あれなのかな、別にその行儀とか別にまあ、そんな問題じゃないんだけど、まあ、でもさ、何なんだろうな、その食文化っていうのはある意味その一つの共同体意識みたいなものにつながるっていうのがあるんですね。だから何だろうな、あの別に好きなもの食べていいわけですよ。別にそのラーメン食べたい人はラーメン食べて、寿司食べたいやつは寿司食べてさ、別にさ好きなもの食べればいいじゃないですか。だけどその好きな食べ物なんですかってさ、よくさ初対面の人に聞いたりしません？でさ、あれってさ当たり障りのない質問っていう感じではあるけれども、要はさ自分と同じような好みを共有してるかなっていう一つの確認作業なんですよね。例えば自分はいわゆるその和食が好きだと。ね、和食が好きと。なんだけども、その目の前の人が和食嫌いだと。で俺はもう中華しか食べんと。和食、いや和食はちょっときついっすね、みたいなさ、人だと、まあ、要はさ、だからまあその、まあ極端な話、結婚して一緒の家族になったって時にさ、その食の好みっていうものがあまりにも違いすぎると、なかなかやってきづらいわけですよね。だからあの同じ釜の飯食えるかっていう、そういうっていうのがあってさ、やっぱりその自分と同じような食の好みを持ってない人に対してはちょっとそのお近づきになれないかな、仲良くなれないかなっていうさ、そういうのって無意識のうちに人はさ、こう、思っちゃったりしてることってあると思うんですよね。で、その延長線上にさ、やっぱりその食べ方、だから銀杏にしてもさ、食べながら殻剥くのか、それとも殻全部剥いちゃってから身を食べるのかっていうさ、そういう細かいその動作一つ一つにしても、やっぱり自分と同じ、食事作法を共有してくれる人に対しては、親近感を覚えるけれども、ちょっと違った作法で食べる人に対しては、別にそのね、相手の性格が嫌いだとか、その別に結婚とかね、そういう問題じゃなくても、やっぱりちょっとさ、ああ、ちょっと違う人だな、みたいな感じで、ちょっと友達になれないな、みたいな、そういう気持ちっていうのが湧いちゃうのかなって思うんですね。だからスイカにしても、多くの人は食べながら種を取るでしょ？プッププって種をね、こう吐き出すみたいな、そんな食べ方もありますけど、まあそういう人からするとさ、その歩き人みたいに、まず先に全部種を取っちゃって、それから、心置きなくスイカをいただきますとかね、そういうさ、動作一つ一つ取ってもさ、なんか、そのちょっとその、ああ、違う人だな、みたいなね、そういう、なんていうのかな、そういう感覚をですね、抱くのかなって感じがするんですね。だからよくその食事のタブーってあるじゃないですか。例えばそのここにね、大根かぼちゃの煮物あるんですけど、見えます？か
かぼちゃの煮物。かぼちゃの煮物ね。でさ、かぼちゃの煮物さ、まあ、よくさ、よく言われる、食のタブーとして、例えばこうね、お箸でさ、こうやってブスって刺すとかね、こうやって食べるとかね。ね、いただきますね。はい、いただきます。うん、おいしい。まあ、ブスって刺してもさ、これ便利じゃないですか。ね、この、お箸って細長いわけだから、ブスッと刺して、っていただくとね、別に全然問題ないですよね。あるいはその、このお皿がこうあってさ、お箸でこうなんかこうね、こうやってこう、お箸でこう、なんかこう、なんかお皿をこうね、移動させるとかさ。まあ小さい頃、結構お母さんに言われましたね。なんかブスッと刺すのはお行儀良くないとかさ。でもさ、お行儀なんてさ、別にさ、そんなにうるさく言うべきことかな。だって、こうやってブスって刺すでしょ？食べるじゃないですか。これ悪いことですか？悪くないですよね。うん。だって誰かに危害加えてます？加えてないですよね。じゃあ悪いことじゃないですよね。何の問題もないですよね。うん、別に そんなタブーなんてそんな迷信ですよ、うん、だけどなぜそういう食事中のマナーというかタブーというか、まあ、食事作法みたいなものがですね、あるのかっていうとですね、これ要するに人と共有意識っていうものを持つためのものなんですよ。つまりさ、まあ、その、よくさ、冠婚葬祭しきたり集とか、そういう本とかあるでしょ？で、そういうところでさ、葬式の時にはこういう服装しましょうとか、結婚式の時にはこうしましょうとかね、そういうそのしきたりみたいなものが書かれてるんですけど、あれ、しきたりって別にさ、じゃあそのしきたりに従わなかったからといって、その誰かになんか、害与えてますかって言ったら、与えてないんですよ。ね、で別にそのね、だから別にね、こうやってこうブスッとね、こう刺しますよ、食べますよ、うん。なんか視聴者の皆さんに対して何か私今害与えましたね。不愉快な感じをした感じがしたなんて言ったら、じゃあ見なきゃいいんですよ。歩き人はそういう人なんだからね。まあ、要は、あなたの権利侵害しましたかってことですよ。何にも侵害してないですね。ですが、まあ、要はその、食事中のマナーとかそういうものを共有することによってですね、あ、君も僕も同じ仲間なんだっていうさ、共有意識、仲間意識ってものを持つことができて、その、あ、僕も君も、まあ、いろんな性格も違うよ。性格が違う。ね、趣味も違うし、生まれも違うし、育ちも違う、もしかしたら宗教だって違うかもしれない、ね、服装だって違うし、声のトーンだって違う、喋り方だって違う、口癖だって違う、違うことだらけなんですよ。人ってみんな違うじゃないですか。違うんだけども、人は違ってることがね、気持ち悪いと感じてしまう困った生き物なんですね。僕と君が違うっていうのがね、耐えられないって、同じであってほしい、頼む、何か同じであってほしい、同じであって頼むよっていうさ、そういう気持ちが特に日本人は強いですよね。だからそこでさ、一つの食事マナーとかお箸の使い方とかね、そういうさ細かいことだけれども、それを共有しておくことによって、あ、性格は違うし、職業も違うし、服装も違う。けれども、同じマナーを共有してるよね。じゃあ僕たち仲間だよね。仲良くできるよねっていうさ、そういうさ、役割を果たしてるんですよ。だから、結局、礼儀作法とか行儀とか、そんなもん全部それが目的ですよ。そういうことのために役に立つでしょうね。だから、現実問題さ、そのスイカの食べ方にしても、魚の食べ方にしても何でもそうなんだけども、まあ、ちょっとね、かぼちゃじゃなくて、今日は銀杏が主役なんでね、銀杏食べますが、現実的に、多くの人に
仲間意識を持ってほしかったら、まあ、いわゆるしきたりに従っておいた方が、まあ、得なことは多いですよねっていうのはですね、まあ、一つの処世術としてはあると思うんですね。でもそれは別にその正しいことであるとか、人としてそうあるべきとかそういうものではないですよ。単純にその自分自身の処世術に過ぎない。まあ例えばその日本人はお箸っていう文化があるけれども、別にお箸使わなくたって別にいいですからね。フォークとスプーンだってさ、ねえ、別にいいわけですよ。しかし、じゃあ例えばその友達が家に遊びに来ましたと、じゃあ友達じゃなくて結婚したとしますね。で結婚したら、結婚してみたら奥さんが、お箸使うという習慣がありませんでしたと。お箸なんて使ってんの？いや私いつもフォークとスプーンで食べてるけどって言ってさ、そうなんだ、じゃあ僕はお箸で食べるけど君はスプーンとフォークね、それでいいじゃんってね。別に同じ 食器を使う必要ないですよね。食器っていうか道具というかね。いや僕はお箸使うけど君はフォーク使ってお互い仲良くしましょうってさ、握手でき、まあ私は握手しますよ。別にそんなのフォークなんてね、その100円ショップに売ってるわけだし、別に買ってくりゃいいんですからね。いや、だから実際家にありますし、そんなの別にさ、問題ないはずなんですが、でも人の心理ってなかなかそう合理的に働かないもので、なんかそこでさ、共有されてないの嫌だってさ、思っちゃう気持ちが、視聴者の皆さんの中にもありませんか？多分そこなんだよな。そこなんですよ。それがあるから、その礼儀とかいう話になるんですよね。もう最後の一個だ。まあ、いいお味ですね。ごちそうさまでした。大地の恵みですよ。まあ、視聴者の皆さんも、銀杏が、恋しくなったら、イチョウの木を探して、まあ、冬になっても、拾えるチャンスはありますので、むしろ冬になってからの方が、この果肉とかがね、全部落ちて、この殻の状態で、こう、道に落ちてることもあるので、まあ、10月ぐらいから、銀杏の実落ちますけども、まあ、11月、12月、まあ、1月ぐらいまで、まあ、普通にチャンスあるんじゃないかな。やっぱり狙い目は、都市部の街路樹とか公園ですね。東京都練馬区の光が丘公園とか行くとよく、その銀杏撮ってる人多いですね。あそこは本当銀杏スポットだもんな。まあそういうところはまあちょっと競争があるんです。まあでも競争してもそんなにね、そんな取り合いになるほどのその競争率ではないので、まあ十分にね、思う存分こうやって取れる分の、銀杏があるかなと思うんですよ。まあそんなわけで今日は、銀杏をいただきました。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。